ホタルの墓の意味とはですね、ホタルの墓とはどういうふうな意味なのかでそもそもですね、このホタルっていうのは、あのー、二人で暮らし出した時、洞窟でセータとセツコが二人で暮らし出した時に、夜上空をですね、飛行機がですね、ブーンと飛んでいく時に、飛行機の、ま、明かりがこう、本当にかすかに点滅していると。で、それを見てですね、えー、セータがですね、特攻、特攻機や、 これから、まあ相手にですね、特攻、自殺攻撃をかける飛行機だっていうと、節子がですね、あの、ホタルみたいやねっていうふうに言うんですね。で、このように最初からこの作品においてのホタルっていうのは、死ぬ直前に最後の光を放つ存在として書かれていると。で、えセーターはですね、節子のためにですね、何十匹というですね、まあ、1匹近いんでしょうね、ホタルをで、ね、捕まえてきて、蚊帳の中に放ちます。ですね、このシーンです。で、この、 ホタルを離した後ですね、ロングになる、構図がロングになるシーンがあるんですけど、これがもうすごい意地悪で、えー、横穴の中に二人で、なんかこういて、ホタルが飛んでるんですけど、ここの柱のりがですね、ちょうど斜めになってですね、家になってるんですね。いわゆる葬式の時に写す写真になってるんですけども、まあこういうですね、その必ずこのホタルの光を出す時とか、光を出してるときは死を暗示させるような、 その映像効果というかな、あの、見せ方してるんですよね。で、このホタルの飛ぶですね、蚊帳の中でステータは観艦式。お父さんが、えー、出たですね、あの、連合艦隊ですね。日本の、日本海軍の連合艦隊が、その船を見せる、見せつける観艦式っていうのが、それを思い出すと。で夜ので光に包まれたあの連合艦隊のマヤっていうのは、実はこのお話のもう1年近く前に、えー、沈んでるんですよ。 つまり、この作品の中で光るものっていうのは大体もう全て死んでるんですね。特攻機とかですね、ホタルとかですね、連合艦隊とか全てそういう死にゆくものだから光って美しいというような描かれ方をしていると。で、これですね、やっぱすごいのは翌朝描いちゃうところなんですよ。翌朝、あの、あ、ごめん、これ上下逆さまだった。 翌朝ですね、えー、セータが何してんねんって言うと、節子が、お墓作ってんねん。お母ちゃんもお墓に入って、入ってんねんやろ。うちおばちゃんに聞いてん。お母ちゃんも死に張ってお墓の中にいるねんて。っていうふうに言うと、節子に言われてセータをですね、もう号泣してしまうと、まあ。このシーンですね、かわいそうさに泣ける人も多いんだけども、なんで、そのかわいそうなシーンでですね、こういう映像を映すのか。 ですね。あの、この大量のホタルの死骸を何で見せるのかというと、このホタルにとっては、実はこの二人もですね、その、無慈悲で不条理なものの存在なんですよ。あの、もちろんホタルっていうのは、光を放ち始めたら、数日間で死ぬ運命なんですけども、だからといって、自分の慰めのために、蚊帳の中で閉じ込められて、自由を奪われて、いいという理由にはならないんですね。ホタル可愛せやから逃がしてあげようっていう発想は、別に節子にもないわけなんですよ。 で、この蚊帳の中で、その、蛍が飛んでるシーンは、冒頭ともリンクしてます。この冒頭ですね、えー、幽霊となった聖太と節子がですね、窓のフレームの向こうに東京大空襲を見ているというシーンですね。これがですね、その、 えー、神戸、あ、東京大空襲ですね。これが蛍です。火が垂れ落ちてくるから蛍っていうふうに書く。火が垂れると書いてホタルと書くんですけども、これもですね、この二人が見てる見え方っていうのは、辛いね、悲しいねではなくて、これもホタルなんですよね。だから、命が燃えてて綺麗だねっていう視点で見てる。ですね。ホタルを蚊帳に放ち、そのお墓を作る。美しくも、まあ残酷な遊びをしてるんですけども、そういう人間から、なんか、 あの、見た戦争、人間から見たこういう戦争のホタルの風景も、ホタルから見た、その自分たちを不条理に扱うこの兄弟も、等しく残酷で美しいっていうふうに書いてるんですね。だから、高畑勲は何回も何回もこのアニメを戦争反対がテーマではない、そんなことではないというふうにずっと言い続けていると。